オクチャーブリスカヤ駅は、モスクワ地下鉄5号線環状線の駅。また、環状線のオクチャーブリスカヤ駅は、カルーシュスコリーシュスカヤ線ともつながっており、そのため環状線の駅の方を、カルーシュスコリーシュスカヤ線の駅と区別するために、オクチャーブリスカヤ、環状線駅と呼ぶこともある。1950年1月1日、環状線の開通とともに、カルージュスカヤ駅として開業。 1961年6月6日に現役名に改称した。駅の内装はアーチで覆われており、ソ連陸軍選手をかたどったメダル型装飾がなされている。また、換気窓の格子はアルミニウムを酸化させて金色に輝かせている。壁面はタイルであり、金と金がなされている。駅中央広間の端には金属製の門があり、その奥の壁は青に塗られている。 この門は平和な生活を象徴している。床は灰色及び赤色の花崗岩で覆われており、中央広間周辺では明暗入り混じった模様となっている。外装はトランペットが描かれていたが、1989年の改修時にランプにとって変わられた。しかし、依然としてエスカレーター周辺等ではソビエト連邦軍の武具や、 繁栄の象徴としての女性がかたどられたままである。http://en.misis.ru ありがとうございます。